本日はバケママの時間ですよ。6時ね、6時。今日はね、私ね、この間作ったおでんの残りとね、今日はね、このブロッコリーと、黄色いブロッコリーと、あれ、ほらの大好きなロマネスコね、これを茹でで、ね、だいたい2分くらいですね。あのおでんこれもう一回火を消して茹でますね。これね、生姜味噌ね、はい、ちっちゃいの柄を取っていきますね。多分ね、ちっちゃいの柄ね、もう茹でたと思いますよ。あまり茹ですぎればね、やっこくなってね、なのでね、もう全部いい感じですね。これね、水で冷まさね、冬なんか水っぽくならはんでんの、自然にこう冬だはんで温野菜ね。今熟女のとこからつくね汁もらってきました。つくね汁もか食べますかね。まずね、おでん、こんにゃく、ちくわ、わあ、これすげえ味しみてる。じゃがいも、すっげえこれ。ちょっとつゆをかけて、よし。このさ、今回この生姜味噌がね、ちょっとね、辛くいった、生姜入れすぎた、サービスしてた。でも昨日お客さんには、パスタめっちゃめーっつってね、酒のアイニスにはいいかもね。よし、これとね、これご飯ね、ご飯は七分付きと白米と、あれ、麦入れました。麦ね、さとれー、今日も美味しいご飯を食べるのは、今日は皆さんのおかげですにしましょうね。いただきます。これおでんこ、すんげー味しみしみ、もう連日連夜氷点下、連続さ入れなくてもいいくらい。暮れから暮れの大寒波からずっと毎日雪かきして、2キロくらい落ちたの、体重のもわく落ちる病。ゆっくりさ、
2時間とか続けてやれば有酸素運動だじゃん。もうさ、外氷点下5度とか6度なんだけど、最初こうポーカンに来てやるべ。暑くて暑くてさ、もう汗びっしょりで、最後にはさ、長袖の T シャツ1枚ってな、パンツとかズボンは履いてるけどな、なんぼしてもな、長袖の T シャツ1枚でな、下半身もみんな脱いでれば警察くらいな、なんか裸で一物出して雪かきしてる人いるんですがって通報できる。まあ俺は雪かきやんの、だいたい夜中2時過ぎからだからね。みんなこう近所の人見てればさ、雪かきする時間帯とかぴっちり決まってんのね。なんで俺は2時頃始めて4時ね、そろそろ終わるかなって頃、おっさん出てきた、おっさん不愛想だ、おっさんでさ、挨拶もできねえんだ。俺はと同じくらいの年なんだけどさ、なうちの周りって変なの多いから、で排泄こまで距離あるはんで、ママダンプとソリサ雪積んでくるんだ、紐引っ張ってや、おはようございます、もう何も喋れねえ。まあな、あれ昔からそんなじ悪いやつだったからな、ろくに挨拶もできねえ。みんな大体おはようございますとかな言うんだけど、一人やお前耳聞こえねえんだなって親父。また普通ほら排泄庫蓋あげるべ、最後に終わった人は閉めるんで、パイロンタでね、また終わったんだかって聞いても返事もさね、終わってねって分かってでもパイロンの蓋閉めるという排泄。あ、まあそれはいいんだけど、でさ、向かいのあん様がさ、仕事早いんだな、5時前ってば起きてきて雪かきしていくんだ、出てくれ、おはようございますってな。でもほら、雪ガンガド降ってすぐ雪かきせば、雪がのパウダースノーみたいな軽いので、ボブキャットよりママダンプの方が効率いいんだ、ガンガル運んでな。うん、こうさ、まず道坂行って雪かき用の靴履いて、すんべねえやつな、でオーバーズボン履いて、で手袋して帽子かぶって、コーヒーポットサジ入れてやるわけ。楽しいんだこれ、夜中ほら、犬うちの周り昼車どれよいとこで、昼はちょっと危ねえねえな、なんでほら夜中ゆっくりと、うん、生姜味噌コーナーとしてもかけねばさ、なんかおでん食った気しねえんだよな。それカリフラワー食べてみますかね、ロマネスコ。あら、こちら
このロマネスコ、そんじゃお客さんさ、みんな意外と食べたことないんだね。みんな食べ、お野菜にしてドレッシングかけて食べようって、みんな美味しい美味しいってさ、なんつもんだこれってな、ロマネスコ、ロマネスコってな、フランス語だけんたん名前だな、なもイタリアだね、だな、な。それだ。俺は美味しいもんね、いつも下げに行くんだけど、粒だけは最後に食べようと思って。これ、寸分何してこう最近食いにくくなったべ。もうなかったよ。このつくね汁が今日味噌割ってぶっちゃける時でこまんまにして食べて、でまた生き垣しよう。もうさ、もうでよ、とにかく毎日生き垣しないと気が済まない。大変なとは何もない。もう店終わる頃になるさ、早く生き垣、居酒屋って生き垣したいって思うよね。うん、よし。ということで、今は森、マイナス5度かな。寒い。お客さん誰も来ません。ということで、雪かきは楽しい。